モノクロフィルム。モノクロフィルムは光の強弱のみを記録する白黒写真の写真フィルムを指す和製英語でもっぱらカラー写真のカラーフィルムに対して使われる語である。モノクロはモノクロームの略である。もともとはフランス語で単一の色彩で描かれた絵画である単色画を指す美術用語で必ずしも白黒を意味しない。白黒写真のことは英語では フランス語ではと、単に黒と白を意味する語で呼ぶ文化圏により、黒を先とするのが一般的な場合と、白を先とするのが一般的な場合がある。日本では一般的には白黒の順だが、英語などからの訳であることを重視する場合などは、黒白とされることもある。モノクローム写真は写真に撮られた対象物の色彩を記録するのではなく、 写真に生成される画像が単一の色相を持つもののことである。黒色と白色との間の灰色の色調を生み出す。白黒写真はすべてモノクローム写真のカテゴリーに属する。現行の白黒フィルムはパンクロマチックフィルムであり、可視光線のすべてを記録する。オルソクロマチックフィルムは可視光線のうち590ナノメートル未満の波長を持つ光線を記録する。 モノクローム写真、とりわけ白黒写真は、カラー写真に比して、微妙かつ現実に対する解釈的な表現であり、リアルさに欠けるものであると考えられている。モノクローム画像、白黒画像は、対象物を表現として、直接差し出すものではなく、現実から抽象されたものであり、灰色の陰影で色彩を表彰する。色彩についての情報は含まずに、明度情報のみで示すことを、 コンピュータ用語ではグレースケールと呼ぶ。本校で主に扱うのは現行のパンクロマチックフィルム製品の一覧とその解説である。色彩に頼らずに表現するため題材をシンプルに伝えることができる。現在でも表現手法の一つとして用いられるほか、警察など業務用分野でもよく使われている。また、現像や焼き付けが比較的容易なことから、 これらの処理を個人で行う愛好者も多い。1990年代後半にレトロな感覚が受け、モノクロフィルムが入った使い切り、カメラ、レンズ付きフィルムや APS フィルム、カラー現像処理に対応したタイプ、富士フィルムよりも発売されたがすぐにブームは下火になり、現在は写真の急速なデジタル化により販売量が減りつつある。一般にカラーフィルムと比べて保存性や、 粒子の細かさに優れるとされる。ネガフィルムが多数であるが、モノクロリバーサルフィルムもある。また、カラー写真のクロス現像のような独特の色合いになったりする現象がないことから、ネガフィルムをリバーサル現像することも割と一般的である。カラーフィルムでは漂白の過程で銀が取り除かれるのに、対して、モノクロフィルムでは銀が画像を形成する。これによって、 カラーフィルムでは得られない粒子感があり、これもモノクロフィルムが根強く支持される理由の一つと言える。銀粒子によるキャリエ効果があり、プリントの出来を大きく左右する。通常のモノクロフィルムの現像や焼き付けは、カラーフィルムとは違う薬品や工程が必要なため、ミニラボ機しか設備していない一般の写真店では処理することができず、 リバーサルフィルムの現像と同様大半が取り次ぎ、集中現像書で処理されるが、現在は、モノクロ現像を行う現像書が減りつつある。このような不便をかけず手軽にモノクロを楽しむため、カラーネガフィルムと同じ方法、現像液で現像処理ができる、モノクロフィルムもあるが、カラープリントの仕上げをした際には、完全にニュートラルなグレートーンを得るのは困難である。 本来比較的簡単に処理できるはずのモノクロフィルムであるが、カラーフィルムが一般化しそれに合わせた設備のみを揃える現像書が増えたために生じた逆転現象である。最近のデジタルラボ機であれば、モノクロフィルムからカラー用の因果種へプリントをすることができる場合もある。現在のポリエステルベースのモノクロフィルムは、環境にか,かわらずほとんど劣化しない強い耐久力を持つことから、 機械的故障から逃れられないデジタル写真より保存性は上であるとする主張を盛る。どのような波長の光に観光するかでパンクロマチックとオルソクロマチックに対別される。写真フィルム、感触性によるもの、主にモノクロフィルムの項も参照されたい。パンクロマチックフィルムは可視光線のすべてに対して感度を持っている一方、オルソクロマチックは 青と緑に限られ赤に対しては感度を持たない。ハロゲン化銀単体では紫外線や青色光にしか感度を持っておらず、1873年にドイツの科学者が色素を加えることによって感度を緑にその後黄色、大色までに広がることを発見するまで写真用感材は青にしか感度を持っていなかった。赤色3号を加えることによって オルソクロマチックフィルムがシアン誘導体のピナシアノルを加えることによってパンクロマチフィルムが作れるようになるがパンクロ管材の実現には彼の死後少し経った20世紀初頭まで待たねばならず1906年になって写真用の管材が商業的に提供されるようになった。しかしオルソクロマチックからパンクロマチックへの移行は以下の理由により徐々にしか起こらなかった。 以下すべて日本語のモノクロフィルムが指すパンクロマチックフィルム全製色製フィルムの製品の一覧である。オルソクロマチックフィルムは含まれていない。白黒フィルムはプロフェッショナル向けのみ赤外白黒フィルムカラー現像 C-41 処理タイプも提供している。2002年よりモノクロフィルム T400CN 現 BW400CN を除くを製造する新工場への移行。400TMAX は1995年より新工場に移行や物理特性、静電気の低減やホコリの付着の改善。非え TP は木のままにより、大部分のフィルムで現像時間の変更が行われ、これに合わせて新旧の判別をしやすくするため、すべてのモノクロフィルムのパッケージ、 外箱やパトローネと名称変更が行われた。ただし、プラス X、トライ X はその伝統的な商標を継承する意味で箱及びパトローネに、プラス、X、トリ X の記述がある。同社のトライ X、トリ X、現、400TX は、ISO 感度が100のフィルムが、主流の時代から50年以上の歴史を誇る、国際的に、 知名度の高いモノクロフィルムで、報道分野や夜間、舞台撮影、星の写真などで多用されてきた。高感度フィルムの代名詞でもあったが、2002年以降正式の商品名ではなくなった。もともとトライ x とは XXX という意味で、発売当初は ISO200 であったが、当時の ISO100 の WX、XX に対して X を一つ増やし、 好感度を強調したネーミングである。日本においては ISO100 の富士フィルムネオパン SS と2分する勢力だったが富士フ,フィルムがトライ X を量駕する粒子密度のプレストを投入したことで富士優位になった。これら X シリーズと D-76 現像液による処理がデータ上の最もニュートラルなグレートーンと言われている。ただしコダック推奨の手順で処理すると やや好調になる。T-MAX は要求される、粒子密度の増加、イコール解像度の向上から、引き受け粒子を使用した新シリーズとして、投入されたが、DE-76 処理をすると、極度の難聴になってしまう欠陥があった。このため専用の現像液、T-MAX デベロッパーが発売されたが完全な解決には、至らず、Tri-X からの完全移行の失敗。 日本国内における不自由位の原因になった。過去において、同社のモノクロフィルムは、微粒子のパナトミック X をはじめ、ポートレート向きのオルソフィルムであったベルクローム、さらにレギュラー特製のコマーシャルなど、数多くの個性的なものが存在していた。現在、日本国内では、プロ用商品とされ、入試は、専門店や、いわゆるプロラボのみに限られる、実際には、 都市部のカメラ系量販店では簡単に購入でき、また富士も同じくプロ用としているが実際には一般流通させている。カッコ内は旧品名、富士フィルムでは黒シルフィルムと呼ぶ。業務用と一般、アマチュア用はサイズ135、120.220シートで区別される。コニカミノルタパン、9、コニパンは パンクロマチック特製の商品を製造していたが、コニカミノルタの写真事業の終了とともに、製造中止となった。また、かつては、カラー現像 C-41 処理タイプの、モノクロームセピア調、ISO400 も発売していた。コダック同様、モノクロフィルムは、プロフェッショナル用の扱いのみ。現在、日本では、正規販売されておらず、 一部の販売店が個別に輸入した品が流通している。大手欧米メーカーでは唯一 35mm 写真用モノクロリバーサルフィルムをカタログに載せていた2005年生産中止。イルフォードは英国のメーカー。現社名はハーモンテクノロジー、イルフォード、フォトブランドを継承。事実上モノクロ写真材料を占領。 同ブランドのカラーネガフィルムも少数流通するが OEM 品。日本ではこれまで中外写真薬品が総代理店として取り扱っていたが2008年4月よりサイバーグラフィックスが国内総代理店に変わる。また 35mm 長巻き 30.5m や 4x5 など一部のフィルムにラインナップが追加された。ホマボヘミア、チェコは 白黒観光材料を主体に生産を続けている。ホマはその商標である。ホトケミカ、ホタキミカ、クロアチアは白黒観光材料を主体に生産を行っていた。127サイズの白黒や赤外線フィルムも製造していたが、2013年8月に因ガシの入材等不設備が老朽化により理不能となり、それに伴って因ガシとフィルムの生産を終了した。 マコ、ドイツは白黒観光材料を主体に現在は有名カメラのローライブランドの名前を付け生産を続けている。127サイズの白黒や赤外線フィルムなど個性的なフィルムも製造している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。